いー1000円紙幣における、クロスカシのレースイスの100フラン紙幣における、クロスカシのレースカシとは、当てた光によって、紙の上により、明るく現れる区別することのできる画像や模様である。スカシは、製造の過程で紙の上に、水でコーティングされた金属の押し型や、ダンディロールによって模様が付けられる。スカシの技術が最初に始まったのは1282年、イタリアのボローニャで、 製品を特定したり、切手や紙幣、政府の公文書の偽造を防ぐために使われてきた。ダンディロールとは、模様を浮き彫りにした、ウィンドウスクリーンに似た材料で覆われている軽い、ローラーである。細い線は、ダンディロールの軸と平行に貼られた針金によって作られ、太い線は、外側から針金をロールに固定するために、円習状に巻かれた金網によって作られる。 金網は貼られた針金の外側に位置しているので、パルプのすりに大きな影響を与え、それゆえに貼られた針金よりも太く線が現れる。浮き彫りとは、パルプ線へ送られ、この工程で圧縮して厚さを減らすことである。型押しされたページの部分は薄いので、より多くの光を通し、周りの部分よりも明るく浮き上がる。もし、それらの線が明確で平行であり、透かしがあれば、 それは、スノコの女神と呼ばれる。もし、線が、網の目か識別できない、または、透かしがなければ、それは、網目透き紙と呼ばれる。この方法は、線が透かしと呼ばれる。もう一種類の透かしは、黒スかしと呼ばれる。黒スかしは1848年に初めに使われ、深い色調との淡を表現できた。ダンディロールを覆う、針金の代わりに、黒スかしは、 ロールの表面の浮き出た部分によって作られる。透かしは日付を入れられたり、工場の商標や所在、紙の品質や大きさを識別したりできるので、紙の検査に非常に役に立つ。透かしは鮮明度において大きく異なる。簡単な検査で明らかであるものあれば、識別するために詳しく調べる必要があるものもある。損傷させることなく紙を濡らす、透かし液のような、 様々な識別方法が開発されている。デジタル化された音楽、ビデオ、絵やその他のファイルの中に識別コードを埋め込むことは電子スカシとして知られている。切手収集においては、スカシは切手の重要な特徴であり、しばしば普通の切手と希少価値のある切手との際の構成要素である。古典的な切手のスカシは小さい王冠家国家の象徴である国王のモノグラム。 などが用いられ、それぞれの印が一度か連続した模様が現れる。スカシは19世紀から20世紀の初め頃の間、切手ではほとんど一般的だったが、現代では一般的に使われなくなっている。スイスの初期の切手においては、スカシの代わりにエンボス加工された楕円の中の十字架デザインが使われていたが、これも紙の厚さを変えるところでスカシとは類似している。しかし、 標準的なスカシよりもより鋭い縁取りで区別することができる。現在発行されている紙幣では偽造防止技術の一つとして日本に限らず世界中の紙幣で一般的にスカシが採用されている。日本の紙幣に使われているスカシは黒スカシと呼ばれる特殊なスカシである。これは一般的なスカシとは逆にスカシの部分を厚く突き上げる技法で 濃淡のグラデーションを表現でき、これによって絵画のような表現をすることが可能となっている。もともとは越前国で作られていた和紙の技法で、明治時代になって大乗観察を発行する際に偽札防止のために採用され、現在の紙幣でも採用されているが、かつて発行された日本の紙幣の中には、 終戦直後に発行された日本銀行券英豪券の10円券以下のものなど、スカシのないものも一部ある。現在では、スキーレ紙製造取締法に基づき、日本国政府の許可なくして黒スカシを入れた紙を作る、ことは法令で禁じられている。なお、現在発行されている日本銀行券の英合券には、このかスキーレバパターンと呼ばれるスカシも採用されている。 さらに、2024年発行予定の新紙幣には、高精細スキーレ模様が採用される予定となっている。しかし印刷とも言われる。肉眼では認識しづらい方法で印刷物に印を付け加える方式が一般的である。この印部分には、ある程度の情報を持たせることが可能であり、設定次第では、誰が、何時、どこで印刷したか、等のセキュリティ情報を付与できる。 この透かし印刷をした書類等を不正に複写した場合、印に歪みが生じオリジナルの書類ではないことが識別できるようになる。複写しても残るものもある。従来のセキュリティ印刷技術は専用機材などが必要であり、パスポートや紙幣など用途が限られてしまっていたが、最近では特別な機材を必要とせずとも、パソコン用プリンタなどで実現できるようになってきている。 画用紙や紙などその会社製品だという証拠のためにメーカーが透かしつける時がある。透かしが入っている画用紙として主に水彩紙等が知られている。ありがとうございます。